ぱ15年ぐらいが僕ねプロ年齢のリミットだと思ってんの。ハヤトは19歳からレギュラーでやってるから、15年間もショートでレギュラーを守って、もう結構僕はリミットまで来てると見てる。ただ単に年齢が34歳とかそうじゃないでね、何年経って34歳になってるかって思うと結構厳しいところに来てると思う。で頑張れば20年までは行くと思うんだ。だからあと 4,5 年は行くとは思うんだけど、今年があと 4,5 年があるのか、あるいはもう実質今年で終わるのかっていう、ものすごく大事な年になっているような気がする。それも金属疲労って言って、肉体的にもいろんなところに大きな怪我ってなくてもいろんなところに疲労が出てるし、精神的にもいろんな疲労もあると思うしね、蓄積したものが。だから結構今年はハヤトにとっては難しくて大事な年だなっていうふうに僕は見てますけどね。